あ、静止画かと思いましたか？違うんです。本日は久しぶりの PR 案件の動画でございます。どうも、山純奈でございます。はい、というわけでね、序盤からいきなり PR って言いましたけれども、私が PR 案件を受けるということは、本当によっぽどいい商品ということで、本日ご紹介したいのがこちら、メタ LT っていう美顔器でございます。ご覧ください、まずこのバニティバッグ。めちゃくちゃ高級感ありませんか？で、私この会社さん引き受けるときに先にお会いして、名古屋の会社さんなんですけど、わざわざ東京まで出向いてくださって、使い方から何から全部説明してくださったんですけども、その説明してくださった女社長の方がまあもう説得力の塊みたいなべっぴんさんで、メンズの方にも使ってもらえるようにっていう配慮があって、わざとグレージュピンクとかそういうのにしてないらしいです。なんか私そういうね、こだわりのあるブランド好きなんですけど、中身もご覧ください。メンズライクとまで言わないけれども、まあ、葉山が好きそうなカラーですよね。で、こちらただのバニティバッグっていうか、なんかこの美顔器の入れ物ではなくて、初回限定らしいんですけど、この辺をぶち抜くとですね、なんとすごいぶち抜く方になりましたけど、ご覧ください。メイクボックスみたいになるんですよ。旅行とかにちょいですよね。これキャディバッグに入るタイプです。このチェーンは、これだけでも持ち歩ける用のチェーンになってます。めっちゃおしゃれ。なんか、シャネルっぽくないですかね。こういうのも可愛いなと思ったのが、受けたくなった理由の一つで、うん、これこだわってるところめっちゃいいんですけど、ご覧ください。このフォルム。めちゃくちゃかっこよくないですか？インテリアとして置いてもいいかなと思うんですけども、それとこれが本体なんですけども、実はこの美顔器すごくって、こっちで基本的に顔はやるんですけど、ここの持ち手の部分も実は機能がついてて、全身使えるようになってるんで、なんかこう背中とかもいけるように、孫の手みたいな形にまあでも孫の手という言い方はちょっとね、今時の子伝わるか分かんないですけども、背中かきみたいなやつですどこでもどこでも届くみたいな。なのにこんなおしゃれみたいな。で、これなんか置き方をこうやって間違える人がいるんですって。この靴べらみたいな形にならないようにしてくださいこっちが正解です。このルブタンみたいな形になった正解ですね。で、まあ、このビジュアルも私好きなんですけど、大体美顔器ってこういうさ、これとセットで使ってください。だから要はこれが減れば減るほど儲かるみたいな、会社がって思ってたんですけども、こちらの美顔器すごくって、業界初を快挙成し遂げてるんですけども、超可愛くないですか？なんかうちのプランパーのやつと似てるグラデーションで、もううちも物を作ってるんで分かるんですけど、これ多分ね、特注品なんですよ。めっちゃお金かかってるのにもかかわらず、従来の美顔器とかと比べると安く手に入ります。結構ね、115ミリリ言えませんでしたが、トロフィーのようなかっこいいやつ、メタ LT スキンっていうミスト状の美容液になってるんですけど、この粒子の細かさが、これ映るかな、見えます？すっごい細かいんですよ。で、会社の人たちが説明してくださったんですけど、毛穴とかにまでがっつり届くみたいな美容液のミスト状になってるんですけど、これだけでもリピートする人がたくさんいるくらい、めちゃくちゃいいものなんですって。で、私初めて理にかなってるなと思った、これとこれをセットで使えよっていう理由が、こっちがめちゃくちゃ効果的なんで、要は適当に水とかってやっちゃうと、カルキとかも中にぶち込んじゃうから、ちゃんとしたこのいいものを使ってやらないと、汚いものまで中に浸透させてしまうくらい性能がいいものとなっています。で、このメタ LT を発明なさった会社さんが、もともとこういう美顔器をサロンに卸してる会社さんなんですよ。で、そこでもう大成功なされてるんですけども、それを家庭用にしたみたいな。で、要はサロンに通うのと一緒ですよね。で、私ね、見てくれたことあるかわかんないんですけど、もう3、4年前くらいかな。なんか一回流行ったってやつ、皆さん。見たことありますか？なんかブラシの形になってて、それもなんかこう EMS とか忘れたけど、なんか青と赤に光るやつで、なんか中にぶち込むみたいな。私あれ買ったんですよ。買って確かに良かったんだけど、こんな箱じゃなかったし、なんかもうただの黒い箱みたいなんで届いて、なんかビジュアルもただのヘアブラシみたいな感
じ。でも確かにあれも EMS がこう引き上がってる感とかはあったんだけど、これのすごいところは本当にサロンで受けることをほぼほぼできてしまうというところと、あとですね、私みたいなのにはとっても大事、あのこの持ち手のところで自律神経が整うらしいです。このフォルムなんですが、充電器やと思ってますよね。でもさ、私もあるんやけど、皆さん経験ないですか？使いたい時に充電してなくて、置いてあるだけで充電し忘れてしまうみたいな。そこにも配慮があって、これ実は充電器じゃないんですよ。置くためだけの機械で、充電器は別でついてます。だから、充電するのを忘れんなよっていうあれなんですけど、これ本当にね、飾る、インテリアとして、こんなんでもね、あったらめちゃめちゃこう、洗面台映えますよね。何を言うてんだろ。で、こういう美容ミストって、私結構美顔器とか洗顔のやつとかについてる専用の炭酸洗顔みたいな。だいたい1万2000円とか結構値段張るじゃないですか。これこのビジュアルで、なんと税込み6930円です。で、皆さん注意してください。あのこだわりすぎたようで、社長さんが言ってたんですけど、キャップの向きが、わかります？これじゃ閉まらないんですよ。こっちの。トロフィーになるように締めてください。で、こちらなんと今流行っている白玉点滴に使用されている成分設計をベースに作られているようです。まあ、白玉点滴ってね、あの本当はね、こう体内にぶち込むっていうイメージがあるんですけど、まあ外からもぶち込めるっていうことですね。皆さん美容代どれくらいかけていらっしゃいますか？こちらの機械すごいのが、1回約8万とか、10万、20万、30万とかするような、サーマクールって呼ばれる、それのエステバージョンみたいな。医療器具ではなくてエステバージョン。それが自宅で使えるという。で、これ結構半永久的というか、実はヘッドは買い替えられるっていうのは、これ後から説明来るんですけれども、この本体自体は半永久的にぶっ壊れない限り多分使えるんで、皆さんが変な使い方しない限り、すごく安く使っていただける。あの、私もサーマクールって聞いてちょっと意味わかんなくて調べてんですけど、あの、HIFUみたいなことでした。で、それがこの美顔器すごいところで、業界初であり、世界初なんですよ。これメイクの上から使える。すごくないですか？まあ、多分私が知ってる限り家庭用でメイクの上からいける美顔器はないと思います。あくまで自称です。はい、私これもちろんあの実際に先に使わせてもらってから、あの良し悪しを決めて案件引き受けさせてもらったんですけど、ここ4つなんか点々点になってるの分かりますか？このヘッドがピンポイントにアプローチできるのめっちゃいいんですよ。顔の引き上げたいところとか、リンパ流したいところとか、それだけでもいいんですけれども、こちらご覧ください。何やらちょっと高級そうな金色の箱押しの中に、これ実は本物の24金が使われているヘッドで、何が違うのっていうところなんですけど、もちろん見てすぐお分かりの通り形も全然違うんですが、これ24金を使っているっていうことで、通電性、要は中に染み込みやすかったりとか効能が高くなるっていうところですね。これ簡単に付け替えれるんですよ。こんな感じで。ね。で、この24金は1万ショット使えて、いくらだと思います？今、金高騰してますよ。ですが、しかし、なんと、これ1万発って、1万発ってって言われても結構な時間かかると思うから、すぐすぐはなくならへんと思うねんけど、1万円で買うことができます。よくないですか？安いよね。はい、だからエステサロンに通い続ける交通費とかも考えると全然安いと思いますよ、ほんまに。で、こちらはあのもちろん体だけでなく頭皮とか、あとあの目の疲れ、今もう皆さんね、 iPhone とかパソコンとかそういうの欠かせないでしょ。そういうのの疲れも取れるっていうことで、まあ、むくみも取れて肌も綺麗になって、毛穴も引き締まって、電池ってね、アンチエイジングできたりとかして。もうごめんなさい、横文字苦手なんです。使い方の説明をしたいんですけど、ご覧ください。もうね、ものすごい英語で、私これちゃんと覚えました。ということで、あの私もね、ミスったら怖いんでカンペを用意しました。あのみんなにも分かりやすく、今から機能の説明を1個ずつしていくんで、耳かっぽじって準備ができたら再生ボタンをもう1個押してください。まずは TF モードと呼ばれる、これがあの3段階レベルで選べるんですけど、結構しっかり当たってる感があって、これがあのさっき言ってた1万発のやつ、ね、ゴールドヘッド。本当はだから熱いとかはなく、熱くとかもないけど、あのパチンパチンみたいなのあれ、へー、全然痛くない。だからこのままここにいいですね、行っても
ちょっと私ファンデーション変な色してるんでね、ちょっとついたら嫌だからちょっとあれですけど。で、ここにある3段階の調節ができるんで、痛すぎる子とかは少なめから始めてもらって、だんだん強くしてってもらえるといいかな。エステサロンとか行きまくってる子たちはね、特にこの美顔器にしてはすごいものなんか高いなっていうの分かってもらえるかなと思います。で、こっからはこちらのヘッドになるんですけども、お次が RF モード。これも今私ミスト振ったんだけど、もうね、速攻あったかくなる。めちゃめちゃあったかい。エステサロンとかで私も受けたことがあるんだけど、こういうので多分先に首とかこの周りのリンパを、みんな知ってます、脇の下にゴミ箱あるんですよ、そことかほぐしてからいろんなもの流さないと、結局はなんかバーンって戻ってくるような位置にどかすだけになっちゃうんで、しっかりこれでなんかマッサージしながら流してあげてください。なんかこのまま首とかにも受ける、めっちゃ気持ちいい。まあ、このあったかいのを使うと血流が良くなったり、リンパを流してくれるんで肌代謝が上がるんで、あと肌の張りが出たりとかします。てか普通にここのツボとか超気持ちいいです、手とかで。で、この EP モードっていうのが、これを肌の中にぶち込んでくれる。もうこれ今私顔しかやったことなかったんですけど、手の甲とかでもビリビリきますね。で、この EP モードってやつが毛穴の中に美容液ぶち込んでくれるやつです。で、これは使ったことあるかな、肩こりとかのやつみたいな感覚なんで、あのマッサージ効果があるような感じ。私皆さん多分一番聞いたことあるんじゃないかなと思うのが EMS モード。これはあの筋肉に電気を与えて、皆さんが好きなやつで、うわすごい、手の子でもすっごく、あ、もう分かる、この手勝手に動いてる感、うわーすごい、めちゃめちゃ強い、強いですね。これが筋肉に電気刺激っつうのかな、バリバリ刺激を与えてくれるんで、脂肪をほぐすイコール痩せやすくしてくれる。だからこれ全身に使えるんでね、好きなところにやってもらうといいかもしれないですね。めっちゃ気持ちいい、ずっとやってきたからEMS 大好きでね。私みたいにこの横文字が苦手な人にも嬉しい情報、実はこれオートモードっていうのがあります。で、このオートモードはさっきのこのゴールドヘッドで使ったものじゃない、以外の3つ RF と EMS と EP っていうものが5分ずつ勝手にやってくれるんで、これを使えば、実はこのね、やっぱりさっき序盤で言いましたけども、業務用に作ってらっしゃった会社さんの商品なので、エステサロンとかの送信とか言ってる子はこのオートモードをやってもらうだけで、業務と同じ周波数を使ってるってことは、要はサロンに行ってやってるのと同じことを家でもできるということです。めちゃくちゃ良くないですか。送信とかめっちゃ言ってるもんね。送信とか配布に行ってます。そうだよね、はい、私もね、あの肩こりとかで送信したりとか配布したりとかするんですけど、これもう家にこれあればね、なんかさ、その業務用と同じっていうか、どこぞの誰が出したんっていうもんじゃないっていうところが信用度高くないですか。で、あの本当に実績もすごい高い会社さんなんで、実際に私も使ってみてすごい効果があるなと思いました。序盤で言ったこの持ち手の部分、このここの周りは違います、ここはデザインです。この2つの肺みたいな形してるやつ、肺、肺肺に例えますか、わかりやすくないですか。で、これがあの自律神経の乱れを調節してくれることで、旦那にイライラしてませんか、彼氏にイライラしてませんか、仕事場でイライラしてませんか。最近自律神経の病気多いらしいですよ。なんかもう暇さえあればテレビ見ながらこれで全身ほぐしていきましょう。ご覧ください、このこっち側の手でずっとやってたんですけど、こっち全く使ってないってね、もう美容液ですよ。ただクリーム塗ったわけでもないのに、べっ食べたべっ食べたので、スキンケアってほんまべっ食べたになるくらいやった方がいいんで、私もあの夜寝る時とかもほんと髪の毛へばりつくくらいべっ食べたな状態で寝てるんですけど、これがもう証明ですよね。これだけでも買いたくなるくらいこの美容液マジで優秀です。なんだったらこれね、あのお値段の方が、でも私これめちゃくちゃ安いと思うんだけど、なんとこれ全部つきまして、テレビショッピングみたいなこと言いますけど、こちらなんと全部ついて16万5000円です。私が買ったあのただの箱に入ってきたやつ、あいつ20万超えでしためちゃめちゃ安くないですか。でこれ今ね、初回限定でこっちもついてるんで、ぜひこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうか。でもしくはこれだけ気になる方は多分これだけも売ってるんで、ぜひゲットしてみてください。なんかこれが良かったらなおのこと6930円だったっけから、あ、めっちゃこれいいなと思ったら多分これ使いたくなると思います。ぜひ使ってみてください。なんと
16万5000円税込みがクーポンコードを入れていただくことによって、なんと 10% オフの14万8500円でご購入することができます。ぜひこの機会に私の概要欄をチェックしていただいて、クーポンコードをがっつり入れてもらって安くゲットしてみてください。ということで、私の説明で皆さん分かったか怖いんですけれども、気になった方はメタ LT と検索していただいて、公式ページでもっとより詳しくいろんなものを精査してみてください。でも本当におすすめなのでおすすめさせていただきました。ぜひ使ったら感想を教えてください。ということで、本日の動画は以上でございます。また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。